タピカワ、もしくはターピ川ワは、インドの中部から西部を流れる河川。急称は、タプティ川あるいはタープティ川。水源地のムルタイ。インド中西部にあるマディアプラデーシュ州南部、サトプラ山脈の北部にある、ベトゥール県東部のムルタイを水源とし、山岳地帯を西へ流れる。ブルハーアンプルで、広い盆地になり、マハーラーシュトラ州に入ると、プルナ川と合流して、 ブサワルを通過し、ついでジルナ川を合わせる。グジャラート州に入ると本流に建設されたウカイダム、ウカイ水力発電所を抜け、下流の平野部にあるスーラトを経て、カンバート湾に至る。全長は724キロメートル。インド西海岸に注ぐ川の中で、ナルマダー川に次いで、大規模な河川である。プルナ川との合流後は、サトプラ山脈の南側を流れ、 山脈の北側を流れるナルマダー川と共に、インド半島の高原部とガンジス川、インダス川により形成されたヒンドースターン平野を分ける重要な指標となっている。上流から中流域は、年光水量が1000ミリメートルから1600ミ、mm、リメートルに達する山地である。谷の斜面には、チークや竹の森林が茂り、虎など、野生動物が豊富なことから、ヤボール野生生物保護区、 メルガットトラ保国などに指定されている地区がある。デカン高原の溶岩台地を切り込んで流れ、流域には幅約3 0トルの浅い谷底平野が形成されている。肥沃なレグールが分布することから、綿花栽培をはじめ農業が盛んである。下流域では、灌漑が行われる。河口に近いスーラとは、ムガル帝国時代には、港湾都市として栄えたが、 貿易の拠点がムンバイに移って、以降は物流産業が衰退し、また土砂の堆積が多いことから、水上交通はあまり発達していない。スーラトが最盛期だった17世紀には、さすが多く大型船の航行に不向きという地形上の弱点を補うべく、河口に近い場所に新たにスワーリー港が作られ、スーラトと一体的に運用された。 しかしムンバインが交易の拠点として台頭し始めると、スワーリー港は使用されなくなっていった。休暇船名の由来は、インド神話における、太陽神スーリアトカゲの女神茶屋の娘、タプチとされる。ありがとうございます。